はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、本日紹介するのはこちら、じゃーん、コマギツネ、ハク、そしてホムラですね、飾れる神の眷属たちというふうにかっこよく書いてあるんですけども、コマギツネの、まあ、フィギュアですね。あの僕キツネ好きで、特にあのキュービのキツネとかね、その辺が大好きなんですね、ガシャポンであったので今回、4回回してきました。さあ、本日こちらの方をレビューしていきましょう。いってみよう、バシアとミクチャンネル。はい、では早速ラインナップの方を見ていきましょう。ラインナップはこんな感じに全6種類ですね。白の、加えてるものですね。白の鍵、白の巻物、白の、キュービですね。加えてるものは、巻物と、鍵を加えてるみたいで、あとはキュービがいるみたいですね。キュービかっこいい。はい、で、隣の、ホムラですね。赤いやつは、やっぱり鍵と、巻物があって、ただの色違いですね。で、それからキュービもあるみたいです。こちらの方も色違いなんですけども、赤いキュービのキツネっていうのかっこいいですね。まさしく神の眷属って感じがして。神々しくていいと思います。はい、では早速開けていきましょう。じゃあ一斉のでいきましょうか。せーの、一斉の、じゃーん。はい、開けてみると中にはこんな感じに入ってました。といってもね、ぐっちゃぐちゃで何がないか分かんないんで ね順番に見ていきましょう。まずは、ハクの方ですね。白いやつは、キュービが1匹、そしてキュービが2匹目ですね。2匹当たりましたはい、で、ホムラの方ですね、赤いやつは、巻物のやつが2匹当たりました。なんというダブリ具合全然混ざってなかったですね。はい、じゃあそうですね、一応全部組み立てるか、その方でいきましょう。じゃあ全部組み立てて1個ずつちょっと、ね、詳しく見ていこうと思います。はい、まずコマギツネホムラの方ですね、巻物を加えた状態のやつが1匹2匹当たりました。はい、じゃあちょっと見ていきましょう。台座がついてきて、でですね、まあここに鎮座するような形で、まあ何も支えがないのがちょっと怖いんですけども、まあ普通にこんな感じに飾ることができます。ポージングがねすごい可愛いんですよはい、で巻物とかも造形はよくできてるんですけども、巻物というよりかなんかのり巻きのように見えてきたなはい、で尻尾の部分は、尻尾は1尾だけなんですけども、非常に黄色と赤という感じでね、グラデーションが綺麗にできてますね。頭の方の耳の部分もやっぱりオレンジと赤といったような感じで、オレンジというか赤ですね、赤と黄色といったような感じで綺麗なグラデーションになってます。なんだろう、すごいシンプルながらもかっこいいというか、かわいいというか、そんな感じですよね。やっぱ、コマギツネっていいな。で、こんな感じに飾ることができます。で、もう一匹当たったので、じゃん！はい、こんな感じ。神社でよく見るような光景を再現することもできますね。まあ、両方とも巻物、まあ、両方とも巻物でもいいのかな。鍵の方もちょっと見たかったんですけどね、鍵はどんな風になってたんだろうな。と写真からは見づらい感じなんですけどね。まあそれで またあったらちょっと回してきてみたいと思います。これ何匹いてもいいような気がするはい、では、続けてキュービの方を見ていきましょう。はい、続いてキュービの方ですね。キュービはやっぱりかっこいいですねあの尻尾がやっぱりキュービあるので、あのすごいボリューミーな感じがしていいと思います。はい、じゃあちょっと細かいとこ見ていきましょう。台座は、どれも共通ですね。なんか下になんか書いてある、電脳大工、なんだろう作った会社の名前かな。はい、でですね、真正面から見るとやっぱり可愛い感じですね。可愛いんだかかっこいいんだかはい、赤と白の、2色しか使われてないんですけども、グラで尻尾の部分のグラデーションと耳の部分のグラデーション、非常に綺麗ですね。目は赤いのかな。はい、で何も加えてないですね。で、あとは爪の部分というか指の部分ですねが、黒い感じに塗装されてますね。裏はこんな感じ。尻尾はキュービだけ組み立てるような形になってましたね。はい、でここにくっつけて完成というような感じです。非常にかっこいい。僕キュービっていうのが非常に好きで、あの牛音トラという作品のですね、白面のものっていうのがいるんですけども、それが大好きでキュービのキスっていうのは多分そこから僕は始まりましたね。で2匹当たったので、じゃじゃん。はい、よくあるような神社の光景を作ることはできるんですけど、キュービのキツネは見たことないんでねまあこんな感じにすごいかっこよく飾れるのがいいと思います。でちなみになんですけども、このガシャポンのこれですね、
にある後ろに鳥居があるんですけども、鳥居は、ついてこないんですね。でラインナップの中にも入ってないので、鳥居はまあ自分で用意するっていうような形になると思うんですけども、2月に、ワンダーフェスティバルがありますね。でそこで発売されるネンドロイドのゆきみくちゃんに、鳥居がついてくるのでその子を、手に入れたら、レビューの時にまたこのキツネ出してですね、まあ、一緒に飾ってみたいと思います。多分絶対合うと思うんだよね、あの子とあの粘土のミクちゃんとこのキツネの子は多分絶対合うと思うので絶対一緒に飾りたいと思います。ちなみにこちらの方ですね、2匹目の方だけですねガシャポに入ってた関係なのかなんか若干傾いててですね、なんかちょっと可愛いんですねはい、まあ、そんな感じのコマギツネでした。もうガシャポのところにはもう何度か僕足運んでるんですけど、もう見てないので割と人気だったのかなっていうような感じになりますよね。まあ、また見かけたらちょっと回していきたいと思います。その時は絶対この赤いホムラのやつですね、ホムラの赤キツネの方を手に入れたいと思います。はい、というわけで、コマギツネのレビューでしたね。このガシャポンなんですけども非常に人気みたい で先ほど出ました電脳大工ですね、どうやら作った人らしくて、ツイッターにですね、アカウントがあったのでちょっと調べさせていただきました。はい、なんかこういったなんだろう、キツネだとかそういったものを作るのが非常に得意な方みたいで、かっこよくてなんだけどかつ可愛いみたいな感じの、作品を得意とする人みたいですね。はい、でですね、この人先ほど僕ワンフェスと言ったんですけど、ワンフェスにどうやら、来るみたいですね。なのでその時にですね、なんか白いキツネかな、この子たちをミトソウですね、ミトソウの状態の子をどうやら持ってくるというような感じの、ツイートがしてあるので、そうですね、見かけたら、そうですね、ちょっと買ってみたいと思います。はい、でですね、先ほどこの、コマギツネのこの後ろですねにあるこの鳥居ですね、鳥居の方も実はオンラインの方で売ってるみたいで、ちょっと、覗いてみたんですけど、どうやら3000円で売ってますねこれ1個3000なのか、それとまとめて3000なのかちょっとわかんないんですけども、まあそうですね、ワンフェスとかに行った時にもし機会があればちょっと行ってみてですね、買ってみたいと思います。はいいや、まさかね、こんなところでワンフェスが出てくるとは思ってなかったんですけども、ちょっとワンフェスもね、ミクちゃん以外にも目的ができたので、楽しんでいっていきたいと思います。先ほど言った通りなんですけども、非常に人気の商品みたいなので、まあ、見かけてですね、もしこの、ね、これで欲しいなと思ったらもうその場で回しちゃった方がいいというのをちょっと僕はおすすめしておきます。はい僕も次見かけたら、そうですね、コンプ目指して回してみたいと思います。その時はまたね、再レビューするかもしれないんですけど、その時待ったらまた、見てくださると嬉しいです。というわけで、コマギツネ、飾られる神の眷属たちの紹介でした。紹介したバシーとミクでした。はい、またねー。またねー。ミクとバシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それではバシーとミクチャンネルをお願いします。